羽生駅は埼玉県羽生市南一丁目にある東武鉄道、秩父鉄道の駅である。東武鉄道の伊勢崎線と秩父鉄道の秩父本線が乗り入れており、接続駅となっている。京城駅舎からの駅前傾。北西方向を望む。右手の伏線が東武伊勢崎線。左に大きくカーブしているのが秩父本線の線路である。 手前の車両は停車中の秩父鉄道の車両。右手を走行するのは駅を発車した東武鉄道の車両である。東西自由通路を兼ねた、京城駅舎を有しており、東武鉄道、秩父鉄道の改札口は別々となっている。以前は、 東武鉄道の管轄駅で改札を共用していたが、京城駅舎完成により2004年10月22日から東武鉄道と秩父鉄道の改札は分離された。東武鉄道、秩父鉄道ともに改札内に男女別の推薦式トイレが設置されている。島式ホーム2面4線を有する地上駅。東武ステーションサービスによる業務委託駅である。駅番号は TI07。 2006年3月18日のダイヤ改正の際に、上りホームに退避線が新設され、それまで川又駅で特急、両模の通過待ちを行っていた列車が、当駅で通過待ちを行う形に変更された。以前は、利根川橋梁を挟んで、川又駅との間が単線区間となっており、当駅折り返しの準急列車が多数設定されて、いたが、 1988年8月9日のダイヤ改正で上下に往復に減少し、1992年9月21日のダイヤ改正時に当駅川又駅間が複線化された。これに伴い、当駅折り返しの準急列車は廃止された。ただしダイヤが乱れた場合には、当駅折り返しの列車が設定されることがある。当駅で接続する秩父鉄道を介して、 申請車両の搬入及び搭乗線車両の検査及び点配のための改装が行われる。乗り場、編集東部伊勢崎線改札口東部伊勢崎線ホーム島式ホーム一面二線を有する地上駅。直営駅である。管理駅でもあるが、当駅は自駅並みの単駅管理となっている。改札が分離される前は、東武鉄道に駅業務を委託していたが、分離後は、 秩父鉄道の駅員が配置されている。東武鉄道の新ホームが設置されるまで、東武鉄道が1の3番線、秩父鉄道が4.5番線であった。新ホーム完成後に、東武鉄道が番線を繰り上げ変更した際に、秩父鉄道は変更しなかったため、2つの4番線が並ぶ形となった。駅名表や案内サインは、JR 東日本のものに類似する。 当駅のみのオリジナルデザインを使用している。駅舎橋上改善は、ホーム上に蕎麦屋があった。乗り場、編集秩父本線ホーム近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。西口平成エンタープライズの4モールハブ線、かつては東武鉄道による路線バスが運行され、ハブ車庫も設置されていたが、いずれも廃止された。また、 ハブには戦後間もない時期に東武鉄道によりバス工場が設置されていたことがある。バス運行会社のものとしては当時の日本でも稀な規模で東武のバス車両について車検や大規模な修繕などを手掛けていた。なお現在東武グループにおけるバス、自動車車両のメンテナンス、車検は関連会社の朝日カーメンテナンスに一部を除き集約されている。 東武鉄道伊勢崎線区間急行、区間準急、普通南羽生駅、羽生駅川又駅秩父鉄道秩父本線急行、秩父路、羽生駅行田市駅普通羽生駅西羽生駅。ありがとうございます。